今日は、5日に行ったところで買い漁ってきたものを紹介します。まずカルディのコーヒーカナリオです。と塩だれ、あとはグミです。そしてこちらのものは三郷の中の、中にお店があって300円のお店で買いました。猫のフックですね。あとはポップコーン、あとは、バラエティーボックスのチロルのバラエティーボックスです。たくさん入ってます。それとお茶屋さんによってお前様っていうお茶です。帰りに、いつも行く吉川の松沢せんべいっていう お店なんですが、ここでは黒米のおせんべいとかも販売しています。あと買ったのが揚げ餅ですね。あと、ぬれせんのおかきです。あと、吉川町は、今、吉川市になりましたね。うなぎが有名なんで、うなぎじゃないね、これ。ナマズが有名なんですね。で、ナマズの形をしてますが、ちょっとおせんべいにもナマズの形してます。こんな感じになってます。そんなに硬くなくて美味しいんです。これは海苔味。他にもごま味とかあります。ララポートの中の、ロフトでちょっと欲しいものがあったので買ってきました。これは付箋です。猫の付箋。あまり使わない人なんですが可愛くて。手が出ちゃいました。あとメモ用紙ですね。ちょっと必要な時があるので、これも買ってきました。で、こちらはメガネ拭き。私メガネかけているので、メガネ拭きを見つけてきました。かわいいです。あと最後に一番目立つ。こにゃろーんっていうのはステッカーです。お薬手帳とかにペタッと貼ろうかなと思って買ってきました。これが一応、この間行った5日の日に行った時の買い物してきた品物です。以上です。